こうなってくるとバッドエンド5ってどこなんだろう。こっから取れたりすんのか。それともあれなのかな。あの序盤の頃にやってた高住とか若葉さんの、確かにな、高住と若葉さんの選択肢ミスってて、あの内通者の時とかに一応ちゃんたちのこと信じきれずにとかになったりすんのかな。まあまあそれはいっか。まぶたを開けると暗闇になるために天井に振りまかれている照明の光が眩しく滲んだ。あれ、みつかちゃん、一応ちゃんはどうなったんだ。ゆりかごであやされていたような船酔いに似た眠りの余韻が目覚めた後も尾を引いている。しばらくは考える気力も湧いてこなくて、私はぼんやりと天井を見上げるばかりだった。自分がいる場所を確かめなくてもうんざりするぐらい何度も見上げてきた天井を見れば、ここがどこなのかすぐに分かった。絹女学校の寮の私の部屋だ。カーテンの外が暗いから今は夜なのだろう。あ、戻ってきたばっかりのみつかちゃんってこと。確かに衣装が、あの、8歳の時じゃないもんね。私は寝間着に着替えないまま寝台に横になっていた。部屋には私以外のもう一人の人間の気配があった。その人物が床に座り込んで何かをしている様子だったから、億劫だったけれど私は起き上がる。そこにいたのは親友の水曜だった。水日とかかな。あ、ようやく起きたの。気配で私の目覚めに気づいたのか、水曜が顔を上げる。水曜、合ってる読み方。めちゃくちゃ不安だわ。かなり疲れてたみたいだね。少しだけ休むって言ってたのに気づいたらぐっすり眠ってたから。思わず自分の胸に手を当てる。体の奥で心臓が動く振動を手のひらで感じ取ることができた。私は今生きてる。あ、やっぱ戻ってきたばっかなのか。戻ってきた、戻ってきたんだわ。殺される直前に戻ってきたのだと気づいた。2回目なのか、それとも1回目なのか。巻き込まれて送り衆に殺されたはずの水曜もまだ生きていて、言葉を紡いでいる。どうしたの？なんだか様子がおかしくない？気分が。水曜。思わず寝台から飛び降りた。ちょっといきなりどうしたの？あ、抱きしめたりしたのかな。水曜は私の行動に驚いていたけど、突き放すようなことはしなかった。彼女の体温を感じると、本当に彼女が生きているんだと実感できて気持ちが落ち着いた。だけど我に返ると今度は自分の行動が恥ずかしくなってきて、そろそろと彼女から離れた。どうしたの？寝ぼけてる？ごめんなさい。あなたが死んだ悪夢を見たのよ。それがあまりにも生々しい夢だったから夢とは思えなくて。なんだ、夢の話だったの。びっくりしたじゃない。夢は夢だよ。気味悪がられても仕方がないような状況なのに、彼女は明るく笑い飛ばしてくれた。調べ物の途中で居眠りするから変な夢を見たんだよ。調べ物？何のことだろうと床に視線を落として驚く。床は膨大な数の新聞紙や雑誌、チラシなどに埋め尽くされていた。床板が見えないほど散乱していて、まさしく足の踏み場もない状態だった。何これ、誰がこんなに散らかしたの？本気で言ってるの？彼女に呆れた顔をされてしまった。三塚がこの惨状の原因を作った張本人じゃない。私が？あ、記憶が違うのかな、戻る前と。ここ最近ずっと何かについて調べてたでしょ。どこからか持ち帰った新聞やら雑誌やらをこんな風に散らかしてさ、この部屋数日前からずっとこんな感じだよ。信じられない。もともと綺麗好きな方だし、寮暮らしになってからは寮母さんから整理整頓の基本を叩き込まれたから、本来なら私の部屋がこんなに散らかっているはずはなかった。机があるのにそれを使わず新聞や雑誌を床に直接置いているのは、机ではこの大量の紙を載せる面積が足りなかったからなのだろう。時間がない、急いで調べなきゃって言ってたじゃん。私そんなこと言ってない。いや、もう言ってたことになってるんって絶対。そんな行動やセリフを言った記憶がない。二度目の墨染め廊下送りになる直前に私は調べ物などしていなかったはずだ。あ、そういうことなんだ。じゃあ二度目なんだ今。じゃあ、なんか過去に大輔さんとかに接触されて、未来が変わりつつあんのかな。一体何が起こって。
そこで私はようやくこの部屋の惨状の原因に気づく。ああ、そうだ。きっと私の運命が大きく変わったんだ。最後に若葉さんに会った時、若葉さんは高住くんを迎えに行くと言っていた。それに大輔兄さんや一押さんは、恩宮寺が殺人に関与している証拠を持ち出し世間に暴露すると息巻いていた。もしそれが成功していたのなら、その変化が大きな渦となって、私の運命や墨染め楼閣送りになる直前の行動までも変えたのかもしれない。大輔兄さんたちが恩宮寺の殺人を世間に暴いてくれたのかもしれない。いや、そうかな。もしそうなら今回は殺されずに済むわ。そうかな。希望が見えた気がした。いや、離れた方が良くない。だけど頭の中にある記憶は以前のままね。今私が混乱している原因は私の古い記憶が改変後の現在と馴染んでいないからだ。わ、なんか一番不利だな。でも味方は一番多いもんな。運命の流れが大きく変わった場合、現世に戻った後に頭の中にある古い記憶も徐々に新しい記憶に変わっていくと千早くんが言っていた。いずれ私の記憶も改変後の記憶に変わっていくはずだけど、古い記憶が改変後の運命に沿ったものに塗り替えられるまでどれぐらいの時間がかかるのだろうか。今すぐ大輔兄さんたちの現在や送り衆や恩宮寺がどうなったのかを知りたいのに、新しい記憶に手が届かないことをもどかしく感じた。なんか床にヒントあったりしないの？ねえ、大丈夫なの？彼女の眉が不安で曇っていく。だ、大丈夫。生々しい悪夢を見たせいで少し混乱してただけ。彼女を不安にさせないため、私は無理やり笑顔を浮かべた。彼女も不安の色を残しつつ、笑顔を返してくれる。とにかく今の状況を確認しないと。私は深呼吸をしてからどうすれば現在の状況を詳しく知ることができるかと考えた。まず何について調べてたのか、それを知らないと。今私の手元にある手がかりは、床に広げられた新聞紙や雑誌だけだ。私の奇妙な行動に付き合わせていた彼女からも手がかりを得られるかもしれない。二人で調べ物をしてたって言ってたけど、私たちは具体的に何を調べてたの？彼女にこれ以上怪しまれたくなかったけれど、知ったかぶりを続けるのは限界だった。案の定彼女はますます不安そうな顔になる。ちょっと、本当に大丈夫？なんか寝起きで頭が冴えてないからとか言っとけばいいんじゃない？あ、そうだよね。寝起きでちょっと頭が混乱してるだけだってばいいから教えて。わかったわかった。高三と言いたげに、彼女は両腕を上げる。でも私に聞かれてもわからないよ。私が何を調べてるのって聞いても、三塚が教えてくれなかったんじゃない？そうだっけ？だけど、この誕生会について調べていたことだけはわかるよ。彼女は人差し指で手元に置かれた雑誌の切り抜きを叩く。誕生会？でもこんな、グダグダしてるのに送り衆来ないってことは本当にもう来ないのか？切り抜きを持ち上げてみると、それはどこかの屋敷で開かれた誕生会の一幕を撮影したものだった。これは、9年前に恩宮寺の豪邸で開かれた当主の誕生会の写真だよ。え、誰当主？白黒でぼやけているから気づくのが遅れたけれど、よく見ると写真の背景に映っていたのは恩宮寺の広間だった。恩宮寺のあの大きな屋敷の広間で開催された誕生会の一幕なのだろう。9年前といえば大正元年だわ。一葉さんが生きてた時代より3年前に。あ、そうなんだ。なぜ私は大正元年に開かれた誕生会のことなど調べていたのだろう。9年も前の出来事なのに。どうして私が誕生会に興味を？いや、それはわかんないだろ。だから私に聞かれてもわかんないんだってば。無茶ぶりをされて怒ったのが彼女の眉がつり上がる。調べ物をする理由を私が明かしていなかったなら当然の反応だ。もしかして記憶喪失なの？どこかに頭ぶつけちゃった？記憶喪失っていうか物忘れっていうか。物忘れだとするともっと深刻だよ。さっきまで食いつく勢いで調べていたことなのに。いいから、きっかけが何だとか、それだけでも教えて。
説明するのも煩わしく感じて、強引に押し切ると、彼女は膨れつらになってしまった。きっかけは雑誌を見たことなの。その雑誌に恩宮寺の当主が開催した豪勢な誕生会の特集が載ってたんだよね。ついでに他のページに歴代の当主の誕生会の写真が載せてあったんだ。それを見た三塚が、なぜか9年前の誕生会に興味を持って調べるって言い出したの。彼女なりに詳しく説明してくれたようだけれど、その内容に全く身に覚えがなかったから余計に混乱してしまった。どうしよう。話を聞けば聞くほど訳がわからなくなってくる。自分自身の行動を思い出せないなんて誰かに聞かれたら笑い話にされてしまうだろう。だけど今の私にとっては差し迫った重要な問題だ。そうだ。そこで私は現状を確認するもう一つの方法を思いついた。水よ、もう一つ質問していい？何？私、あなたに母親が違う兄さんたちがいることを打ち明けた？あ、みはるっていう可能性あるわ。みはるちゃんなのかな？みはるの目が驚きで見張られる。みはるの目が見張られる？もしかして大輔さんと高住さんのこと、あ、知ってんの？私知ってんの？みはるの口から二人の名前が出てきたことに衝撃を受けた。二人のことを知ってるの？何言ってんの？三塚が私に二人を紹介してくれたじゃない。母親が違う兄さんたちだけど、仲がいいんだって。あ、合ってんの？もう。三塚は過保護なぐらい二人から可愛がられてるみたいだったから羨ましかったんだよ。それを聞いて本当に前回とは大きく運命が変わったのだと実感できた。改編前の私と大輔兄さんは面識がなかったどころかお互いが母親が違う兄弟がいることすらも知らなかった。住み染め御殿で妹がいることを知った大輔兄さんたちが現実世界でも会いに来てくれたのだろうと思う。めちゃくちゃかっこよくなってるぞ、二人とも。いい方向に向かってるのよね。私の運命は大きく好転したはずだ。いや、そうか。なのに私はどうして今、たった一人で調べ物をしているのだろうか。この部屋の惨状からは、なりふり構っていられないという私の必死さが伝わってくる。三塚、もしかして覚えてないの？覚えてないの？三春の顔はさっきよりも、暗く陰っていた。三春の表情から悲しみを感じ取った瞬間、胸の奥から激流のような不安が吹き出してくる。何の話？三春の眼差しが怯えるように、低い位置をさまよう。三春教えて。三春の顔を覗き込み、目で訴えた。三春はぎゅっと目をつむり、唇を噛む。大輔さんと高住さんはもう亡くなったじゃない。え？二人とも通り魔に襲われて、お葬式にも参列したでしょ。え、じゃあ、みんな、墨染め楼閣にいんの今。二人が亡くなった後、三塚は長い間、食事も喉を通らないぐらい塞い込んでて、本当に心配したんだから。あ、じゃあ、三塚ちゃんは墨染め楼閣の記憶がないけど、なんかしらの組織が動いて、兄弟二人を殺されたってのを、調べてたのか一人で。めまいがして、自分の体を支えられなくなり、私は床に手をつく。大輔兄さんたちは負けて、送り衆に殺されてしまったんだ。え、じゃあ全然良くない世界だ、今。墨染め楼閣で話し合っても、大輔兄さんたちは運命を覆せなかったようだ。そして私は二人の兄の死を目の当たりにして、次は自分が殺される番だと思い知った。だからこんなに必死になって反撃の糸口を探していたのだろう。そんな、そんな。え、でもそれにしては襲ってこないな。運命を変えられたという喜びを味わえたのは束の間だった。それは幻想に過ぎなくて泡のように儚い喜びが消えてしまうと、結局前と同じように自分が暗闇の中にたった一人で立たされているのだと気づく。助けてくれる人はもういない。大輔兄さんも高住兄さんも死んでしまった。あ、でもそういう風にしてるのかも。きっと一応さんたちも殺されてしまったのだろう。一応は、どうなんだろう。でも実感がないせいか、悲しいという気持ちも湧いてこなかった。
結局また私は生贄の一人に戻ってしまうのに。ほんの少しだけ運命に変化があっただけで、この後私の身に起こる悲劇や、私たちの結末は何も変わっていないのだろう。だとすればきっともうすぐここに死神が踏み込んでくるはず。ミツカ本当に大丈夫なの？もしかしたら何か重大な病気なんじゃない？私先生を呼んでくるよ。あ、いい。うん、必要ないわ。立ち上がろうとする。ミハルの腕を引っ張った。それよりもミハル、消灯時間過ぎてるから、もう自分の部屋に戻った方がいいわ。運命の変化がどれほどのものなのかはまだわからない。私が兄さんたちと接点を持った以外、ほとんど変化がないのならきっと。もうすぐ私は殺されるのだろう。でもだいぶ時間あったな。以前と変わらずは今の私も、ただ殺されるのを待つだけの身だ。もうそれは仕方がないけれど、このままでは一緒にいる。ミハルまで巻き込んでしまう。ミハルを巻き添えにしたくないから、この部屋からできるだけ遠ざけておきたかった。なんだか今のミツカを一人にするのは心配なんだけど、逆に一人になりたいんで今。だけどミハルはすんなりと自室には帰ってくれなかった。本当に私は大丈夫だから。今は一人になりたい気分なの。説得してる時間も今は惜しい。少し強引になるしかないと腹をくくり、私はミハルの腕を引っ張って、無理やり扉の前まで引きずっていった。わかったわかったよ。ミハルもしぶしぶ廊下に出てくれる。何かあったらすぐに呼んでね。うん。ミハルが部屋に戻る姿を確認してから扉を閉めた。一人きりになり、自分の呼吸の音以外聞こえなくなると、風船から空気が抜けるように全ての活力がため息と一緒に体外に流れ出てしまった。ふらつきながら寝台に向かって倒れるように横になる。え、どうなんだ？何をするでもなく汚れた天井を見つめるうちに疲れからか意識が眠りの中に沈んでいった。誰かの泣き声が聞こえた。これは私の声だわ。夢なのか。夢の中で8歳ぐらいの私が公園の長椅子に腰掛け一人で泣いていた。何が悲しくて泣いているのか。当時の私は誰もいない場所へ逃げて、そこで理由もわからないまま涙することが多かった。あ、そうなの。意外だな。唯一の家族である母さんが家を空けがちだったから寂しかったのか。それとも片親家庭だと旧友に馬鹿にされることが悔しかったのか。え、でもねじ伏せられそうだけどな、ミツカちゃん。私の世界には長い間、私と他人しかいなかった。そんな自分の状況がどうしようもなく悲しかったのかもしれない。私は母子家庭で育った。父親の顔は知らない。私にとって家族が母さんしかいないことはごく当たり前のことだったから。物心つくまで父親のことを質問しようと思うことすらなかった。幼い頃は他の子供と引き離されていたこともあり、私たちの家族が世間からは不完全な家とみなされていることは全く気づかなかった。近代化の道を進もうとしているこの程度においても、未婚のまま出産することは恥とみなされていて、私も母さんも偏見にさらされていた。でも母さんは他の追随を許さないほど強端無比な人で、誰に何言われようと全く動じなかった。ついよ母さん。それどころか時には的確な嫌味を返して相手を慌てさせることもあった。そうやって母さんは数々の嫌味合戦に勝利してきた。ついよ。でも母さんは強いけど私はってことなのか。母さんのその図太さだけは見習うべきだと常々思っている。世間の人々が何を言おうと、一番大事にすべきなのは自分の信念と価値観だ。一度は耳を傾けてみるべきだけれど、考えた末に世間の声がただのザレ事に過ぎないと感じたのなら、さっさと忘れるべきだった。それぐらい図太くなければ、この厳しい世の中を生きていけないことを私は幼い頃に学んだ。私は物質的には不足のない幼少期を過ごしたと思う。豪邸に住み、大勢の使用人に囲まれ、何かが足りないと思う機会はほとんどなかった。豪邸に住んでたりしたとしても、学校でなんか嫌み言われんだ。他の家庭の経済状況は知らないけれど、おそらく女性がつける職が限られている中、母子家庭でこれほど裕福な暮らしを送れることはとても恵まれたことだったのだろうと思う。だけど、親子の家族の愛情はいつも不足していた。
私の母さんはとても美しい人だと思う。輪郭も鼻も子作りなのに、目だけは大きくて、まるで人形のような顔立ちだった。体格も背は高くないものの、小顔だったため、全体的な見栄えもいい、華やかな色合いの様相がよく似合う人だった。そのせいか母さんには常に複数の恋人がいた。そして、マイオのようにその人たちと夜の街に出かけ、私はいつも広すぎる屋敷に置き去りにされてた。え、そうなの？父は存在しないのに、母は私には無関心。家族という囲いは、私には存在しない、もう等しいものだった。うわ、それはきついな、確かに。でもかわいそうな子供だと思われたくなかったから。だからいつもは気を張って、私は気にしてないというふりを続けていた。でもふとした瞬間に言葉では言い表せない。感情が重しになって胸の中に沈み、涙が止まらなくなる。今なら私は自分の感情をある程度言葉で伝えることができるけれど、あの時はそんな語彙を持ち合わせていなかったから、母さんになぜふてくされているのかと怒られても言い返せずにいた。そんな怒られんの？ふてくされてんのって。世話をしてくれる使用人の高木さんも私の安全のためについて回るものの、親身になってくれるかといえばそうじゃない。あ、そうなの。なんかジーヤみたいな、そういう存在にはならないの。彼らは仕事のためにどこまでも義務的に務めを果たしているだけで、それ以外の場面では母さんと同じで私に無関心だった。そういうもんなのか。だから私は本当は寂しかったのだろうと思う。当時の私は自分が寂しいと感じていることにすら気づかないほど鈍感だったけれど。どうして泣いてるんだい？大輔。そんな私に優しく声をかけてくれたのが大輔兄さんだった。別に泣いてない。そうか。大輔兄さんは深く聞こうとしなかった。あ、なんかこの場面あったっけ？それがきっかけで私と大輔兄さんは時々公園で会ってはたわいのない話をするようになった。最初は血のつながりがある人だなんて知らなかったから、公園の近くに住んでいる親切なお兄さん程度の認識しかなかった。普段から知らない人と話をしてはならないと言いつけられていたから、話をすることに罪悪感はあったけれど、会うのをやめようとは思わなかった。不思議と大輔兄さんのそばにいると安心感を覚えることができたからだ。多分兄さんの態度や言葉に、見返りを求めない思いやりがあることを幼くても感じ取っていたからだと思う。それが妹に対する愛情だと知ったのは随分後になってからだ。土日の黄昏時、公園にいれば大輔兄さんが会いに来てくれるのが分かっていたから、私はいつも高木さんに無理言って公園に行くようにしていた。大輔兄さんと交流するうちに高積兄さんと接点を持つようになり、二人と話をする機会が増えた。なんで二人死んだんだ、マジで。二人と話をするのが私の唯一の楽しみになって、二人に会える日は駆け足で公園に急いだ。二人は私がいつも一人でいる理由を聞こうとしなかった。母さんが遊び歩いていて、ほとんど家に帰ってこないとは誰にも言いたくなかったから、二人が質問してこないことに安堵していた。どうしていつもここに来るの？ある時不思議に思って聞いてみたことがある。すると大輔兄さんは苦笑いした。三塚に会いに来てるに決まってるだろ。かっけ。そして大輔兄さんは自分と私が、父親が同じ兄弟であること、妹の力になりたくて私に会いに来ていることを打ち明けてくれた。驚いたものの、すぐに私はその事実を受け入れた。すごいな。今の時代だったら割と怪しくなっちゃうけどな。お互いが特別である理由が血のつながりだと知って納得できたし、自分のことを気にかけてくれる兄弟が二人もいると知って純粋に嬉しかった。学校や家で辛い目にあっても、兄さんたちに会って話を聞いてもらえば自分は一人じゃないのだと思うことができた。これで私と他人だけの世界じゃなくなったんだ。だけどそんな日々にも終わりが来る。母さんに兄さんたちと会ってることを知られてしまったのだ。それを知るなり、母さんはわざわざ公園にやってきて、私の前で娘に近づくな、次に会おうとしたらただじゃおかないと、大輔兄さんを脅した。母さんがその時何を言ったのか、もう正確には思い出せないけれど、記憶から消したくなるようなひどい罵倒だったことは覚えている。母さんは貧困家庭に生まれ、自分の美貌を武器に成り上がった人だ。
だから恩宮寺の血を引きながらそれを利用しようとしない大輔兄さんを心の底から見下していたのだろうと思うんです。なんで私は母さんを止めるため大輔兄さんが自分の異母兄であることを説明したけれど、母さんは驚かなかった。それどころか口を挟むのと言いたげに私を冷たく睨んだ。知ってるわよ。知ってんのかい。あの時の母さんの目は今でもはっきりと覚えてる。確かに血のつながりはあるけれど半分だけよ。それにあいつはあなたとは違うの。出来損ないだってあの人に捨てられた人間なんだから。人間はね、格下の人間と付き合うと自分の格まで落ちてしまうものなの。だからもう二度とあいつに会うんじゃないわよ。ええー、そんな言い方する？分かったわね。本当にそれが私たちを引き離したがっていた理由だったのだろうか。父さんから会わせないように注意されている可能性はある。高積兄さんと違い、記者を続けながら、時には恩宮寺の悪評を記事にすることもあった大輔兄さんを、父さんは嫌っているという話だった。それに母さんは気づいていないのだろうか。その言葉が父さんと出会う前の田舎娘でしかなかった過去の自分に跳ね返ってることを。それから数週間私は厳しい監視下に置かれ自由に出かけることもままならなくなっていた。だけどその期間が過ぎると大人たちの監視はおざなりになった。表面的には私がおとなしく従う素振りを見せていたからだろう。あれだけバーリー増言を浴びたのだから、もう兄さんたちが私に会いに来ることはないはずという考えもあったのかもしれない。いや、そんなんで諦めないもんな、大輔とかって。少し自由に動けるようになると、私はすぐに監視の目をかいくぐり、兄さんに会うため公園に向かった。でも公園に近づくにつれ、足は重くなり、同時に気持ちが沈んでいくのを感じた。きっと兄さんは公園には来てないはずだ。運よく出会えたとしてももう二度と私と口を聞いてくれないだろう。母さんが会うなと脅した上、口汚く罵ったのだから。それでも確かめずにはいられなかった。公園の長椅子に座ってる大輔兄さんの姿を見つけた時は驚いた。だけど私は近づくことができなかった。ずっと待ってんだ、大輔は。兄さんの姿を見つけた瞬間にまた会えて嬉しかった反面、何を言われるのだろうと恐怖で足が凍りついていた。あ、そっか。謝罪から切り出せば怒られずに済むのだろうか。だけどなんて謝れば許してもらえるのか、私には謝り方すらもわからない。だって実際みつかちゃんが謝ることじゃないもん、これは。それに私が何を言っても大輔兄さんの口から出てくるのは母から言われた罵倒に対する恨み事かもしれない。私の中にいつの間にか蓄積されていた家族に対する不信感が手足を石のように動かなくさせていた。そのうちに大輔兄さんの方が私に気づいて、自分から私に歩み寄ってきてくれた。逃げたい気持ちを抑え込んだけれど、かといって兄さんに笑いかける勇気もなくて、私は深くうつむいたまま突っ立っていた。兄さんは私の前に立つと、膝を折り、私と目の高さを合わせてくれた。久しぶりだな。そして大輔兄さんが開口一番に言った言葉がそれだった。もうここへは来てくれないんじゃないかと思ってたよ。その瞬間に私の胸の奥で凍えていた何かが溶け出して、一気に吹き出してくる感覚があった。熱い何かに喉を塞がれ、涙の膜で目の前にある、兄さんの顔がぼやける。私は慌ててうつむいてみっともない泣き顔を隠した。みつか。大輔兄さんの不安そうな声が聞こえる。私もそう思ってた。ん？母さんがとてもひどいことを言ったからもう私には会いに来てくれないだろうって。声が震えて最後まで言うことができなかった。止まらない涙がポロポロと目からこぼれて、地面にシミを作っていく。私。震える私を大輔兄さんは抱き寄せてくれた。不安にさせたんだな、ごめん。兄さん。兄さんの声は優しかった。驚きで涙は引っ込んでしまう。母さんが言ったこと怒ってないの？
誹謗中傷されるのには慣れてるよ。あれぐらい、なんでもない。さすがにお前から罵倒されたら少し答えたかもしれないが。思わず大輔兄さんの顔を見上げる。大輔兄さんは苦しそうに笑っていた。お前の母さんの目があるから、今後は前のように会えなくなるかもしれないが、いざという時のために連絡できる方法を考えておくよ。で、お前が寂しくなったり、不安に思うことがあるのなら、すぐに呼んでくれ。いつでも駆けつけるから。かっけ、兄さん。どうしてそこまで？家族だろ。家族は助け合うもんだ。それに三つかが苦しんでいるところを見たくない。その一言に救われた気がした。私にはどんな時でも私のことを気遣ってくれる家族がいる。その温かさが孤独から来る不信の沼にはまりかかっていた私を明るい場所に引き上げてくれた。わ、こういうことがあったのか、戻る前に。どうなんだ、じゃあ。何が起こったんだ。まだ生きてる。目覚めと同時に跳ね起きて、私は肺に溜まった空気を吐き出す。目覚めた後も心臓は車輪のように動き続けていて、苦しさから私は胸を押さえずにはいられなかった。まるで体の中で別の生き物が暴れているような感覚だ。自分自身の呼吸音に耳を塞がれているせいで、他の物音が聞こえない。少し落ち着いて自分の呼吸音が小さくなると、急に部屋が静まり返ったように錯覚した。その静まに、雨音が入り込んでくる。どうやら眠ってる間に雨が降り出したようだ。来ねえのあいつら。今のは夢じゃない。小さい頃の記憶だわ。だって寝るぐらい時間ないでしょ。おそらく私は夢という形で記憶の糸を辿っていたのだろうと思う。墨染め楼閣を送りにされる前には存在しなかった記憶だ。そもそも墨染め楼閣で大輔兄さんと出会うまで私たちはお互いの存在すら知らなかった。記憶の変化が起こったの。千早くんが言っていた以前の記憶が改変後の記憶に塗り替わっていくという感覚を今体感したのだと分かった。私があんなに小さかった頃から変化が起こってたんだ。大輔兄さんは早い段階で私を探し出し会いに来てくれた。そして私を不審の沼から救い出してくれた。寝台から飛び降りて床に散乱した資料をかき集める。そして腕いっぱいに資料を抱えて体当たりをするように部屋を飛び出した。このままでは終われないわ。大輔兄さんたちは自分だけじゃなく私の運命まで変えようとしてくれた。兄さんたちがしてきたことを無駄にはできない。目頭が熱くなって瞳に涙の膜が張る。それが粒になってこぼれ落ちる前に私は袖で拭った。結果的に運命を変えられなかったとはいえ、兄さんたちは必死に抗った。努力は結実しなかったけれど、兄さんたちの行動のすべてが徒労に終わったわけじゃない。少なくとも兄さんは私の運命を変えてくれた。生まれてからこの方、一度も家族というものに愛情やつながりを感じたことがなかった私が、今は家族に愛され、愛していたという実感を持てているのだから。他の奴らはどうなったんだ？たとえここで殺されるのだとしても、何の手がかりもつかめないままでは、兄さんたちに顔を向けできないと思った。それに墨染め楼閣でもう一度、兄さんたちと再会できる可能性は残ってる。だったら手土産の一つぐらいは持っていきたいと思った。見張る。勢いよく三春の部屋に駆け込むと、驚いた三春の肩が跳ね上がる。なんなの？私が扉を開けた時、三春は寝台を背もたれにしてお菓子を食べている最中だった。就寝前に少しくつろいでいたらしい。そんなささやかな時間を私に邪魔されたものだから、三春の眉が釣り上がっていく。びっくりしたよ。驚かせないで。ごめんなさい。あなたの力を借りたかった。どういうこと？自分が何を調べていたのか、どうしても思い出したいの。私は抱えてきた資料を、石板を敷き詰めるように床に並べた。手伝って。
三春は気が乗らない様子だ。疲れてるみたいだから今日はぐっすり眠って休んだ方が。今すぐ突き止めなければならないの。じゃないと手遅れになってしまう。だからお願い。わかった。私の必死の表情から何かを感じ取ったのか、三春の顔から茶化すような色が消える。彼女は真剣な顔で私に向き直ってくれた。それで私に何が聞きたいの？今の段階で分かってることは、私が恩宮寺の誕生会に関心を持っていたってことだけなのよね。うん、それ以外は知らないよ。とりあえず、手近に置かれていた資料を手に取り、模様のような文章を斜め読みする。だけど書かれているのは、恩宮寺の誕生会が盛大で豪華絢爛だったという当たり障りのない内容ばかりだった。記事の横に掲載された白黒写真も、目を皿にして見てみたけれど、映り込んでいるのは私とは縁もゆかりもない各界の重鎮ばかりだ。その人たちが、きら星のごとく並んでいるだけで、私が求めている情報は一つも見つけられなかった。ダメだ、何も思い出せない。山のように積み上げられた資料すべてに目を通している時間は私には残されていない。とりあえず資料を読んでみれば、記憶の変化が起こるかもしれないと期待したけれど、そんな気配もなかった。膨大な紙の山を前にして私は途方に暮れる。すると何かに気づいたのか、三春が一枚の切り抜きを持ち上げた。三塚が恩宮寺の誕生会に興味を持ったのはこれを見た直後だったよ。三春が持ち上げたのは雑誌の白黒写真の切り抜きだった。三春が切り抜きを私の目の高さに掲げてくれたので、私は睨むようにそれを見る。何が写ってんだ？恩宮寺の廊下を撮影した写真のようだ。だけど、被写体となった人たちの顔に見覚えはないし、他に気になるものも写っていない。何か思い出せない？あ、なんか、何も。三春の期待を裏切るのは申し訳なかったけれど、正直に答えるしかなかった。三春は落胆してしまう。三春は何か気づかない。気づくわけないだろ。見えない糸口を何としてでも手繰り寄せたくて三春に聞いてみた。私に聞かれてもそうだよね。何でも、小さなことでもいいの。無茶ぶりにも程があるだろ。戸惑いを見せながらも三春は私の要望通りに切り抜きとにらめっこをしてくれた。だけどすぐに諦めたのか肩から力を抜く。私にはわからないよ。壁掛け灯のステンドグラスの覆いの模様が可愛いなって思うぐらいだ。ああ、それちょっと思ってたんだけど壁掛け灯っていう名前が出てこなくて言わなかったわ。壁掛け灯のくだりめちゃくちゃ最初の頃入念にやってたもんね。壁掛け灯。なんか変わってんのか、その壁掛け灯の模様が。何気なく聞いた。ステンドグラスの覆いがついた壁掛け灯という言葉で思考の流れが滞る。壁掛け灯？なぜかその言葉が頭に引っかかった。壁掛け灯、壁掛け灯。最近その話題をどこかで聞いたような。それに対する答えが喉元まで出かかっていると感じる。なんか違ったもんね。若葉と一葉ちゃんが言ってた話が、その話をずっとしてたもんね最初。なのに手繰り寄せようとすると答えは小骨のように引っかかってすんなりと出てこなかった。記憶力には自信があったのに。記憶力はいい方で暗記問題ではいつも全問正解だった。すごいな。なのに思い出せない。混乱で思考力が鈍っているのか、それとも古い記憶が新しい記憶と入れ替わり始めたことが影響しているのか。壁掛け灯のことについて誰とどんな話をしたの？あー、選択肢出てくんの？まあ、多分これ一応さんだけど、母さん、大輔兄さんとかがバッドエンドになったりすんのかな。バッドエンド6取れてるけどな。5を取れるのか、これで。そのまま進んでみたいところもあるけど、まあ、母さんとか言ってみるか。母さんと？そんなことありえない。別々に暮らしていたこともあり、母さんとはここ数日ほとんど話をしてない。
壁掛け塔に関する話どころか、最低限の日常の話すら私たちは交わしていなかった。ダメだ、思い出せないわ。やっぱり何も思い出せない。壁掛け塔に何か鍵があるかもしれないと期待したけれど、結局思い出せずじまいに終わった。これ以上私がここに留まっていたら、送り衆が、三春の部屋に踏み込んでくるかもしれない。三春の命を守るため諦めるしかなかった。資料を抱えて部屋に戻り、寝台に倒れ込んだ。眠ってしまいたい、深い眠りの中に閉じこもってさえいれば、命を奪われるその瞬間に痛みと恐怖を味わわずに済むだろう。でもいつだって物事は願った通りには進んでくれないものだ。あ、来るわ来るの。これから殺される痛みと恐怖を味わうのだと思うと、膨れ上がっていく恐怖心が鼓動を高くして、激しくなった血流が頭の奥を熱くする。その感覚に眠気は遠ざけられてしまった。まんじりともできずに、ただ天井を見上げて殺人鬼を待つことしかできない時間を耐え難く感じる。朝になるのか、どれぐらいの時間が過ぎただろうか。だって、来るんかい。まぶたを開けると傍らに般若面をかぶった殺人鬼が立っていた。ああ、ようやく聞いたのね。その姿を見て私はむしろ安堵していた。どのみち結末が変えられないのなら、一秒でも早く終わってほしかったからだ。般若面の殺人鬼は何も言わず担当の切っ先をこちらに向けた。私は目を閉じ、殺人鬼に自分の首を差し出した。バッドエンド6、諦め、あれ？あ、そうなの。バッドエンド6、2個目じゃね？これで5と6が取れたってことなのか？っていうことにしていいかな。多分、大輔兄さん選んでも変わんないんだよね、これ。多分。本当にそうだったか。よく思い出せない。だもんね。オッケーオッケーオッケー。わかったわ。じゃあ、一応さんだね。あ、そうだ。いや、ついに、バッドエンド6個取れたってことだから、もうエンディングに向かうんじゃねえか、これ。思い出した瞬間に、叫んでしまった。私の声の大きさに、驚いた、三春の目が丸くなる。でもこんなに時間あるのは、大輔とか、その高住とかがいろいろやってくれて未来が変わってるからって意味なのかな。だって一応ちゃんと大輔とかも本当に、なんだったらもう接敵したあたりに目覚めてるもんね。一応さんに、若葉さん、それに、阿波原さんだわ。あの人が壁掛け塔について話してたんだ。ああ、でも壁掛け塔に美しいステンドグラスの、覆いがあったのは覚えてるな。墨詰め楼閣で壁掛け塔の話題が出た時に、阿波原さんだけステンドグラスという言葉を口にした。使用人として働いていた一応さんと若葉さんがステンドグラスという言葉に不可解そうな顔を見せたから、そのやり取りを印象深く感じたことを覚えている。一応さんは知らないみたいだけど、一応さんが働き始める前は壁掛け塔はこの衣装だったんだ。ということは、阿波原さんが恩宮寺の屋敷に足を踏み入れたのは、昭和元年ということになる。名探偵だな。もう、名探偵しかいない、ここの登場人物。この状況でそんな頭回んない気がするな、自分だったら。だとしたら、記事や写真の中にあの人がいるかも。あ、そういうことか。阿波原を探してたのか。私は誕生会の参加者を撮影した写真を手に取って、白黒の画面の中に目的の人物の姿を探した。見つけた。意外にもあっさりとその人の姿を見つけることができた。手前の人物ばかりに気を取られて、奥に立つその人の姿を見落としていた。阿波原さんだわ。窓辺を撮影したその一枚に、窓際で誰かと話をする阿波原さんの姿が映り込んでいた。あ、その話してるやつがってこと。私はこの人のことを調べるために必死に資料を集めていたのね。それでようやく自分の行動が腑に落ちたけど、同時に落胆もしていた。
私は助かるための糸口が欲しくて、何でもいいからと藁にもすがる思いでこの件を調べ始めたようだ。追い詰められているのに、他に手がかりになりそうな情報もつかめず、ダメ元でこの件に飛びつくしかなかったのだろう。あ、そっか。墨染め楼閣と、何年にアバハラが死んだとかを聞いてるからもう手遅れだと思ったってことかな。この調査の結果が生き延びるための一手につながると信じて。いやでも無駄なことなんてないんだろう。何かにつながるんだろう。だけど今更これが何の役に立つというの。でも私が見出したかった希望は初めからこの情報にはなかった。今更アバハラさんが恩口に関わりがあることを突き止めてどうなるのだろうか。アバハラさんに怪しい点があることはすでに分かっていたことだし、この情報を兄さんたちに伝えたところで運命を変えるほどの大きな変化にはなってくれないだろう。まあアバハラさんも死んでるしな。私がしようとしたことはやはり最後の悪あがきでしかなかったようだ。そうなの、本当に。探してたものは見つかった？三春が瞳を輝かせて問いかけてくる。うん、見つかったわ。つい声が暗くなってしまった。私の声を聞くなり、三春の瞳に浮かんでいた期待はしぼんでしまう。求めていた答えと違った？うん、そんなことはない。とっさに笑顔を取り繕う。こんな時間まで協力してくれた三春に役に立たない情報だとは言えなかった。上辺だけでも明るく振る舞うべきだと思い、なけなしの力で笑顔を維持する。早く部屋に戻ろう。もうすぐ送り衆が来てしまうかもしれない。三春を巻き込まないために自室に戻っておかなければならなかった。探してたものは見つかったし、私はもう部屋に戻るわね。そっか。うん、ゆっくり休んだ方がいいよ。え、三春は関わってこねえよな、さすがに。だってさ、マリコさんとかそういうさ、まあ、ちょっとでも関わりある奴らって今までイラストが出なかったんだよな。あ、でもこういう考察は良くないね。やめよっか。立ち上がりながら私は手に持った。切り抜きを。私は手に持った切り抜きに視線を落とす。一応これは持っておこう。役に立たない情報だと知りつつ、残り少ない時間と労力を割いてしまったから、アバハラさんが映ったこの切り抜きを手放しがたく感じた。あ、じゃあもう一回墨染め楼閣編入んのか。私はそれを物入れの中に押し込む。その間に、三春が資料を拾い集めてくれた。ありがとう。これ、どうするの？探し物が見つかったならもういらないよね。うん、もう必要ないから全部捨てるわ。だったら置いてっていいよ。全部持ち帰るの大変でしょ？私が明日捨てておくから。あ、いい友達。ありがとう。でもなんか全てが怪しく思えてきちゃうな。なんか、唇を噛み締める。明日がもうないかもしれないもんな。もしかしたらこの切り抜きを取っかかりにして阿波原さんの周辺を調べれば、送り衆の新たな情報をつかむことができたのかもしれない。だけどたとえこれが何かの手がかりになるのだとしても、私には調査する時間は残されていなかった。いや、逃げ切れんかな。もうすぐ私の命の期限が来てしまうのだから。こう、あ、そっか。大輔とかはもういないもんな。眠たくなってきたわ。私は自分の部屋に戻るわね。それじゃあおやすみ、三春。死ぬかもしれないって思ってんのに、こんな笑顔になれんのはすごいな。あ、そうそう。私が動き出そうとするとなぜか三春までついてきた。私、みつかの部屋に忘れ物したんだった。今から取りに行っていい？わあ、やばそう。え？もう遅いし明日じゃダメかな。あ、でもそっか、普通に考えて三春ちゃんはねえか。なんか三春ちゃんが関わってきてて、黒幕寄りだったりす、まあ黒幕なんてことはないと思うんだけど、その、敵側だったりすんのかなとかちょっと考えたけど、一回目みつかちゃん襲撃された時、みはるちゃんも一緒に死んでんだもんね。え、もう遅いし明日じゃダメかな。もうすぐ襲撃されるかもしれないのに、殺人現場になる部屋にみはるを招き入れたくなかった。ちょっと寄るだけですぐに自分の部屋に戻るから、ほら行こう。あ、でもみはるちゃんが来たおかげで、まだ死ねないって思えるのかな。断る前にみはるは強引に腕を組むと、私を廊下に連れ出した。不安を覚えつつ、私は三春と並んで自室に向かう。すぐに自分の部屋に戻らせれば大丈夫よね。
いや、結構時間あったもんな、だって。送り衆も騒ぎを大きくしないために、できるだけ標的以外の人間を巻き込むことは避けるだろう。だからすぐに三春を部屋に帰らせれば、三春が巻き込まれることはないはずだ。あ、あった。私の部屋に入るなり、三春は大きな声でそう言って床に落ちていた鉛筆を拾い上げた。鉛筆なんだ。忘れ物はそれだけ？他にはないわよね。ないよ。それじゃ、あ、何？三春の声が不自然に途切れる。誰かいんの？思わず三春の横顔を見ると、彼女の視線は宙をさまようような不自然な動きをしていた。何？何？どうしたの？何？三春は笑ってくれたけど、笑顔はどこかぎこちない。返事にも覇気がなくて上の空を見ていた。あ、そうだ。私の部屋で、エトリをしない？しかも突然三春はそんな提案をしてきた。何何何？いきなり何を言い出すの？今から寝るって言ったじゃない。疲れや絶望感からか、それとも答えを出そうと集中しすぎたせいか、針を打ち込まれたように、こめかみがキリキリと痛む。その痛みのせいで三春に優しくできなかった。え、何なの？私は眠くないんだもん。そっか。はいはい、あなたは眠くなくても私は眠いから一人で遊ぶか他の子を誘ってね。私はミツカと遊びたいの。え、何なの？なんかあるなって思っちゃうな、これは。そこで違和感を覚えた。三春は表向きは天真爛漫に振る舞いつつ、実際はかなり人に気を使う性格だ。だから相手が落ち込んでいることに気づくと必死になって慰めようとするし、嫌がっている気配を少しでも感じ取るとさっと離れていく。あまりにも気を使いすぎる嫌いがあるから、落ち込んでいる友達を慰めている三春を見ていると、三春の方が不調になるんじゃないかと心配になるほどだった。何なんだこれは。でも今は私が疲れてる気配を感じているはずなのに、しつこいぐらい食い下がってくる三春らしくない態度だった。え、送り衆に雇われてんのか。本当は一回目も三春ちゃん死んでないのか。殺すふりみたいなのされて、三塚ちゃんをなんか、いや、そんなことはないな。友達を疑いたくないわ。どうしたんだろう。少し心配になったものの、今の私は自分の感情を抑えることに精一杯で三春を気遣う余裕がなかった。ごめんなさい、今はできないわ。だって私本当に眠たくて。最後まで言うことができなかった。え、その前に照明が光を失い、暗闇が頭上から落ちてきた。頭に網をかぶせられたように一瞬で視界が奪われる。え、突然のことに驚いて頭の中まで真っ暗になってしまった。何なんだ。ミツカ、こっちに来て。何なの、何なの。唖然としてると三春に手首を掴まれた。何も見えなかったけれど、扉が開け放たれる音は聞こえた。なんだ。私は三春に引っ張られ、廊下に飛び出す。走って。何なの。え、お前もループしてんの、まさか。言われるまま両足を必死に動かした。でなければ三春の速さについていけず、足がもつれて転んでしまいそうだった。混乱のせいかすぐに息が上がってしまい、水中にいるように必死に息継ぎをしなければならなかった。三春、一体どうしたの。いきなり走り出すなんて。三塚の寝台の下に誰かが隠れていたの。うわ、怖すぎるな。よく気づいたな、そんなこと。怖っ。恐怖で喉が凍りついた。鉛筆を拾うときに寝台の下にいる誰かと目が合ったの。怖っ。顔ははっきりと見えなかったけど、包丁みたいなのを持っていた。だから三塚をさりげなく部屋から連れ出そうとしたんだけど、明かりが消えちゃったから。心臓がはち切れそうなほど脈打ち、ドクドクと耳の後ろから詳細のような音が響いてくる。私は寝台に背中を向けていたから全く気づかなかった。三春が気づいてくれなかったら、隠れていた殺人鬼は私が一人になった瞬間に襲いかかってきたはずだ。みんな、凶器を持った人が寮に入り込んだわ、逃げて。同じ寮で暮らす旧友たちに危険を知らせなければと声を張り上げた。嘘。え、あ、まあそうだな。だって退路は立ってやるって言ってたもんな。でも廊下の先で私たちを待ち構える般若面の殺人鬼を見て、声は喉の奥に戻ってしまう。
殺人鬼に自分から近づくわけにもいかず、私たちは身を翻し、自室の方へ引き返すしかなかった。でもその進路も私の部屋に隠れていた般若面の殺人鬼に塞がれてしまう。私たちは前後を塞がれ、廊下の真ん中で立ち往生してしまった。窓がない空格だったから庭に逃げることもできない。こっちに来て。仕方なく私たちは横の通路を選ぶ。だけどその通路からも外には出られない。奥の扉は鎖と南京錠で施錠されているから庭に出ることはできないし、手前にある2つの扉の片方は共有かわやで、もう1つの扉は物置につながっていた。どちらも窓は開かないようになってる。そうなんだ。苦し紛れに私たちは共有かわやへ逃げ込むしかなかった。タイル張りの狭い空間に3つの個室と用具入れが並んでる。戸惑い立ち尽くす私の横で、美晴は用具入れから掃除道具を取り出してきた。美晴、そんな道具じゃ勝てないわ。考えがある。ミツカはここにいてめちゃくちゃすごいな。どうした？美晴は一番奥の個室に私を押し込み、自分も入ってきた。そして私を便器の脇の空間に立たせると、自分は扉の裏側に移動する。美晴のその動きで私は彼女が考えた作戦内容を察した。だから言われた通り扉を閉めて個室の奥でおとなしく息を潜める。美晴ちゃん、死なんかこれ。耳を澄ますと送り衆たちが川屋に入ってくる物音を拾うことができた。扉の下のわずかな隙間から床を滑るように進む影が見える。入り口に一番近い扉が開かれる音がした。少し間を置いて今度は真ん中の扉が乱暴に開け放たれる。どうやら送り衆は扉を一つ一つ開けて個室の中を確かめているようだ。次は私たちがいるこの個室の扉が開けられる番だろう。緊張でこわばる手足をしったし、自分に気合を入れ直した。掃除道具を握りしめる三春の腕も震えている。三春と目くばせすると彼女はうなずきを返してくれた。え、どうすんの？全然わかんねえよ。扉はこちら側に開く。扉越しに誰かの気配を感じた瞬間、ゆっくりと目の前の扉が動き始めた。扉の影が三春にかぶさり、逆に私は廊下の明かりを浴びることになる。扉という障害物がなくなって私は真正面から送り衆と向き合うことになった。般若面のせいで表情はわからなかったけど、仮面の穴から見える黒目が何かを探して左右に動いていることだけが分かった。もう一人はどこに行った？送り衆が初めて質問をしてきた。どうやら美晴の姿が見えないことを警戒しているようだ。美晴がいる扉の裏側は送り衆が立っている場所からは死角になっている。だから彼は美晴が中にいることに気づいていない。知らないわ。逃げるのに必死ではぐれてしまったのよ。送り衆はいぶかしんでいる様子だったものの、躊躇せず中に踏み込んできた。その瞬間に私は目で美晴に合図を送る。倒れて。美晴が扉に体当たりをした。扉は勢いよく動いて送り衆の顔面を叩く。送り衆は襲撃で後ろによろめいた。もう一度、反動で戻ってきた扉を美晴はもう一度強く押した。体勢を立て直せていない状況で二度目の衝撃を食らい、今度は送り衆の首が後ろに傾いた。とどめだ。大丈夫か？個室から飛び出しながら美晴は掃除道具を勢いよく前に突き出して送り衆の腹部に突きを打ち込んだ。腕力がない少女の攻撃とはいえ、渾身の力で繰り出された突きは応えたらしく、送り衆は悲鳴を上げながらひっくり返った。やったわ。いやでもたくさんいるぞ。まだ送り衆が立ち上がれずにいる間に私は個室を出て美晴の隣に並んだ。だけどその直後、共有かわやの入り口に人影が見えた。二人目の送り衆が中に入ってこようとしていたのだ。いや、さすがに全力で走って送り衆に体当たりをした。送り衆は油断していたのか、体当たりをまともに食らって尻餅をつく。くらえ。さらに美晴は振り上げた掃除道具を送り衆の頭に振り下ろした。狙ったものなのか偶然なのか、道具の先の金具が送り衆の脳天に命中した。これは効くか。目が回ったのか、送り衆の頭は円を描くように一回転してそのまま仰向けに倒れてしまう。行くよ、ミツカ。
ただいっぱいいるよ。4人はいるよ。だって最低でも。阻む存在がいなくなったので、私たちは窓がある場所へ走って窓枠を乗り越えた。逃げられるのか。外に飛び出た私たちは雨に打たれることになった。私たちは痛みを覚えるほど豪雨を浴び、ずぶ濡れになりながら出口を目指す。建物の外に出よう。もう少しで正門が。待って。三春が正門に向かっていると気づいて、繋いだ手を引っ張った。三春は後ろによろめきながら不思議そうに私を見る。正門は危険よ。出口には全てあの人たちの仲間がいるはずだわ。送り衆は標的の逃げ道を完全に塞いでから襲ってくると一応さんが言っていた。私たちは建物の外に逃がさないために送り衆の構成員が正門や裏門で待ち構えているはずだ。そんなはずないよ。あんな人たちの仲間がそんなにいるはずがない。いや、いるんだわ。だけど送り衆のことを知らない三春は理解してくれない。あの殺人鬼たちが組織的に動いてるなんて信じられないのだろう。本当なのよ。私を信じて。どうしてそう言い切れるの。そう返されて答えに窮してしまう。私の身に起こったことをありのまま話そうとすれば話が長くなってしまうし、説明して理解してもらえるような内容じゃなかった。今は信じてというしか。わあ、だけど私たちのそんな問答も正門の方から歩いてくる送り衆を見つけたところで終わった。隠れて。私たちは慌てて垣根の青い影の中に身を伏せる。幸いその送り衆は私たちに気づかず、そのまま通り過ぎていった。本当に正面、正門が見張られてるの？送り衆が正門の方角から現れたことで、出口が見張られているという私の説が真実味を帯びる。見張るも、もう私の言葉を疑っていないようだった。正門だけじゃない。出口になる場所には全部見張りが置かれてると思う。もうここは取り囲まれてるの。どうしよう、取り囲まれてるなんて。ミツカちゃんは何者なのってなりそうだけど。塀を乗り越えるしかないと思う。だけど道具がないし。見張ると言っても、絹女学校の敷地は広いから、見張りが置かれているのは出入り口だけに限られるはずだ。だから出入り口以外から脱出するしかないけれど、敷地は高い塀で囲われている。はしごなどの道具がない限り塀を乗り越えられなかった。あ、三春が突然大きな声を上げた。そういえば昨日裏庭で置きっぱなしになってるはしごを見たよ。運がいい。本当に？うん、庭師がしまい忘れたんだと思う。そのはしごを使えないかな。使えそうだな。行ってみよう。私は立ち上がり、三春に手を差し出した。どっちかが死ぬなんてことはやめてくれ。まあ、どっちかというか三春ちゃんが。雨が景色を水墨画のようににじませ、緑の中にある妖刀の光がぼやけて見える。まるで海面をさまよう鬼火のようだった。水たまりの泥水を跳ね上げながら私たちは裏庭まで全力で走る。はしごがあったわ。三春の記憶は正しかった。そこには確かに、庭木に寄りかかるような形で放置されたはしごがあった。これを使って塀を乗り越えよう。うん。三春ははしごを持ち上げて塀に立てかける。はしごの長さは塀の高さには少し足りないけれど、だけど一番上の横木に足をかけ、背伸びをすれば、塀のかさぎに手が届きそうだった。これ、登っても大丈夫かな？この土砂降りの雨の中、不安定なはしごを登ることに不安を覚えたのか、三春は躊躇している。下ではしごを支えて三春を安心させる必要があった。私が下で支えてるわ。さあ早く登って。みつかちゃんが登るときやばくない？わ、わかった。私がはしごの縦木を持って上がるように促すと、三春は及び腰ながらもはしごの一番下の横木に足をかけてくれた。急げ急げ。私が支えればいいと簡単に考えていた。だけど実際は三春の重みではしごがぐらつく上に雨水で手が滑ってしまう。縦木をしっかりと支え続けることは思ったよりも難しいことだった。絶対に手放してはならないと私は腕に力を込める。雨のせいで手や足が滑りそうになっているのは
三春も同じだった。転落しないように慎重になってるせいで予想以上に手間取ってしまう。うう、一番上の横木に両足を置いて三春は前に身を乗り出した。手はなかなか届かない。だけど何度目かの挑戦で三春はなんとか塀の笠木に指をかけることに成功した。届いた、大丈夫か、なんとかなるか、塀を乗り越えて。三春ははしごから塀の笠木の上に乗り移った。そして今度は三春が笠木の上から縦木の上部を掴んではしごを支えてくれた。大丈夫か、これで。今度は私が支えるから、三塚も早く登ってきて。言われるままはしごを登ろうとしたけれど、そこで迷いが生じた。このまま逃げ続けてもどうせ逃げきれない。学校の外へ逃げたとしてもこの周辺にも送り衆が潜んでいるだろう。私たちが敷地外に逃げたことに気づけば、彼らは今まで以上に全力で追ってくるはず。それに三春には関係ないもの、どこに逃げるの。かくまってくれる家族は、助けてくれる仲間はもうどこにもいない。世間知らずの私がたった一人で逃亡生活を続けられるとは思えなかった。一応ちゃんもどこに住んでるかわかんねえもんな。まあ、恩宮寺の屋敷にいるとしても敵地に乗り込むみたいなもんだしな。だったら三春を一人で逃がすべきだ。このまま私と一緒にいようとすれば、三春も巻き込まれて殺されてしまうだろう。三春だけでも助かってほしい。送り衆の姿を目撃してしまった以上、三春も狙われる可能性はある。だけど一方で三春だけならば見逃してもらえるかもしれないという希望も残っていた。般若面をかぶった殺人鬼に襲われたと現実に起こったことをありのままに訴えても、荒唐無稽な話と受け取られるだろう。子供の証言だから信憑性が薄いと思われる可能性もある。恩宮寺や送り衆は目撃者の証言を恐れないはずだ。まあ、現に大助とか一応ちゃんが言っても、ほとんど聞き入れてくれなかった女。だから私を殺すという目的を達成した後ならば、送り衆が遠くに逃げた目撃者をわざわざ殺しに行くとは思えなかった。私が間違いなく死んだことを確認できれば、彼らはすぐに撤収するはず。私はどの道助からない。諦めんなよ。だから三春だけは逃したかった。三春、あなたは助けを呼んできて。あなただけは逃げて。そういう代わりに私は三春に逃げる口実を与えた。え？おとり役が必要だわ。三春の水晶玉のような瞳が何度も瞬く。何言ってるの？まさかここに残るつもり？答えられなくて私は後ずさることしかできなかった。未練に引きずられ、足が動かなくなる前に私は身を翻す。そして、来た道をひた走った。嘘でしょ。三つが戻ってきて、いや、もう、大人の人を誰か呼んでこれば、なんとかなる可能性もある。巡査とか、三春の声が追いかけてきたけれど、私は一度も振り返らなかった。深く呼吸をすると、湿度が高い空気が喉に詰まるような不快感があった。私は麺のようなその空気を必死に飲み下しながら校舎を目指して走る。雨水を吸い込んだ着物が冷たく肌に張り付いて、なけなしの体温を奪っていく。寒さが耐え難くて、もう何もかも放棄してうずくまってしまいたかった。豪雨が生み出す湯煙のような白い壁が、景色を蜃気楼のように霞ませている。まるで、無彩色の悪夢の中をさまよっているような心地だ。すべて悪夢だったらよかったの。兄さんたちが死んでしまったことや、もうすぐ私が殺されるというこの真っ暗な現実が目覚めれば消えてしまう夢だったらよかったの。虚しいとわかっているのに、そんな妄想を手放せなかった。怖い。今まで抵抗することで必死に恐怖を紛らわせようとしていたけれど、一人になり、間近に迫る死と対峙させられると、ごまかすことが難しくなっていた。墨染め楼閣で出口を見つければ、戻って来られると分かっていても、刃で腹部をえぐられるあの痛みと恐怖を思い出すたびに、
叫びたい衝動に駆られる。まあだって実際ミツカちゃんは他の奴らが助けてくれるって思ってたんだもんな、絶対に。誰か助けて兄さん。うつむいてぎゅっと着物の襟を握りしめる。あ、でもそっか。大輔と高澄が死んだってのは世間的に死んだだけで、実際は生きてて死んでた方が動きやすいみたいな、そういう理由だったりもするのかもしれない。まだ生きてる可能性もあるのかな、とか思いたいけど。そこで私は庭木の暗い青の中に赤い色がちらついていることに気づいた。雨で全てが霞んでいても、その灰色だけは鮮明だった。送り衆は私を見つけるなり、庭を貫く小道をまっすぐこちらに向かって歩いてくる。引き返そうとしたけれど、振り返った先にも同じ装いの殺人鬼が立ちはだかっていた。退路はないことは一目で分かった。彼らは吸い寄せられるようにこちらに近づいてくる。彼らの姿を見て最後に残っていた逃げたいという気持ちが消え失せた。私はただ静かにその時を待つ。こうなった以上早く終わらせてほしいのに、彼らの動きは真綿で首を絞めるように緩やかなことがもどかしいと感じるほどだった。距離を詰めると彼らは申し合わせたように動きを揃えて立ち止まり、私の周りに並び立つ。そのうちの一人がさらに一歩前に出てきた。大きな影で私を包み込んだ。彼が振り上げた鈍色の刀身が光を弾き、その光に目を射抜かれる。ここで終わるのね。私は目を閉じてその瞬間を待つ。ミツカ逃げて、見張る。